を担いできたという、まあ、その言われをですね、まあ、宮内庁も配慮いたしまして、6人を今回この葬儀のですね際に助けてもらうために呼んでおります。でこの6人が3班に分かれまして、1班が現在電車の中に入って総火連への質問移し替えを手伝っています。それから総上殿からですね、この車列が再び出まして、武蔵陵墓地に向かう際にまた自社に次を移し替えるんですが、その際にも寄せ同時の2人がまあそばにいてですね、この作業を手伝うと。それから八王子のですね武蔵陵墓地の中の両者の際にも残りの2人ですね、これがまあ皇室行事の一つのお手伝いをする、そういうふうになっています。弔問前の儀仗がそれぞれ列から離れようとしております。もう間もなくこの後で電車の中から出てまいります。総火連を見ることができるんじゃないかと思いますが、この連射想像以上に大きなものですね。総火連ですね、まあ、総火すなわちネギの花、はい、をかたどったですね飾りですね、義母子がその屋根の上についていることから総火連というふうに言われるんですが、大体その館といいますか上に乗っている部分の高さが3メートルほどで、長江、これが7メートル、まあ、この総ひのき作りとなかなか立派な、はい、みこしが見られると思います。それから現在もうすでにこの左右に今見えます悪者ですね、はい、テントの中には参列者がほとんど揃っております。先ほど10時前にはアメリカのブッシュ大統領、はい、そしてフランスのミッテラン大統領が長到着しましたね。そうですね、もうすでに報告があるかと思うんですが、こちらにもですね、まあ、桂宮様は現在リハビリ中ということで、この車列にも加わりませんでしたが、はい、この総上殿の儀以降の儀式についても聞かれています。それから秩父宮妃殿下もですね、ご体調思わしくないということで、自社初入りの際にですね皇居でお見送りをした後車列には加わらずに欠席されております。またまあ、この皇室行事である総上殿の儀とですね大喪の礼、国の儀式である大喪の礼、これが今総上殿ですね、ですね、話し続けますが、はい、このまあ一連の中で行われるということで、まあ、憲法の政教分離の原則をめぐってですね大きな論争を呼びました。で野党各党の対応が注目されるんですが、大喪の礼には共産党を除く全野党が一応参列をすると。でそれに先立つ皇室の行事であります総上殿の儀について、これが野党各党対応が違うんですが、社会公明両党はですね待機などの名目で事実上参列する見通しである。でこのうち社会党は総上殿の儀の間は、それぞれ旧所待機場所ですね、ここで待機するけれども儀式の見学は自由ということにしていると。で公明党は総上殿の儀から出席するが、まあ、これは大喪の礼参列への待機との解釈を取っている、ということで民社党は双方の儀式とも出席、また共産党は大喪の礼そのものが憲法違反だということで欠席するとということになっています。今徒歩列の、はい、弔問前の徒歩列は先ほどよりも増えましたね、あとは連車が出てまいります。総火連を待つだけといった感じになってまいりました。今入ってきた情報によりますと高須笠和子さん緊急祭だけを出席なさったようですね、そして桂宮様は今日は全てご欠席になると。秩父の宮妃殿下は自社発印の儀でお見送りいたしました。あとは総上殿の儀はご欠席ということになるそうです。さて徒歩列が訪問前にご覧のように組まれました。まるで絵巻物を思わせるようなこれから徒歩での葬列が総上殿へと進むことになります。
搭乗殿前には先ほどからお伝えしてますように左右に大きなテント、アクシャがありまして、このアクシャにはすでに1万人にも及びます参列者の方々が席についております。これが大まさかですね、はい。まあ、さらに雨が激しくてですね、あるいは雪になったという場合を想定してですね、まあ、昨日宮内庁の内部でですね、この対策をどうしようかといろいろ考えてたんですが、最悪の場合にはその学士の列、これは雅楽を奏するのに支障があるということ でひょっとしたら徒歩列に加わらずにですね、あらかじめ学士のテントの中でいて、はい、雅楽を奏する、そういうことも考えられてたんですね。ところが、まあ、今見てますとそのまま徒歩列に加わるようですね。立派な奏上殿の総ヒノキ造りの広さ240平方メートルということなんですが、映っています。この搭乗殿に向かって徒歩列は歩を進めていくわけです。スタジオの露木さん、総門前にはご覧のように徒歩列の準備が整いました、はい、かなり風がですね、先ほどから強くなってきたような感じもありまして、冷たそうですね、はい、日照当番、月照当番がですね大きく左右に揺れたりも先ほどからしているんですが、はい、今この徒歩列が整っております左手後ろになるんですが、大きな連射があります。そこから出てまいります総火連をこのように待ち受けているところです、はい。黒鶴髪色の伊冠一重、そして鈍色のヌバカマという姿の祭官、そして学士の列、まあ、この色は神田さん皇室の物色ですね。そうですね、はい、全く艶がないと言いますか、ええ、濃いネズミ色、真っ黒というわけではないですね。真っ黒というわけじゃないわけですね、うん、それから、まあ、ちょっと黒っぽいこのどんぐりの、ね、はいはい、色というようなことが言われてますね。そうですね、この色をこれから1年間喪に服している期間に徐々に薄くしていって、最後は白になる。今日が確か喪の一揆の前日に当たるはずですね、はい、49日目ですから、明日が過ぎると少しおっしゃるようにこの色が、もう少し明るくなっていく、そのようですね。素材の方も麻のようなものから少しずつ光沢のある絹を織り交ぜていくようなものに変わっていくそうですね。今大間榊がこうして肩に担われました。津田さん、はい、そちらスタジオにも道学の調べ届いているかと思います。悲しみの雅楽、道学が奏でられる中、僧列はこれから歩を進めてまいります。僧列、徒歩列の先頭は式の進行を司ります体操議員中島北条式部副長、古式ゆかしい装束衣冠一重を身にまとった祭官の列が搭乗へと歩を進めてまいります。その後ろ、連射の幕がたった今開き、総火連が姿を見せました。この総火連という神輿の中に昭和の天皇の棺が乗せられています。総火連を担いでいるのは黒装束の皇宮護衛官51名です。
平均年齢22歳。身長はほぼ168センチに揃っています。本間さん、はい、この総火連の重さ1トンを超えるかなりの重さですね。そうですね、まあ、引き木の重さも含めておよそ 1.5 トンと言われています。まあ、それだけに屈強な皇宮護衛官、まあ、若い人たちが選ばれました。まあ、事前にですね、実は皇居の中でこの総火連に見立てた重さ形の同じものをですね、10回ほど担いで、事前にリハーサルをしていたということなんですが、まあ、平均年齢22歳ということになりまして、皇宮護衛官も最初は何なくやってたという感じだったらしいんですが、まあ、体操の例が近づくにつれてですね、それぞれ非常に緊張した気持ちがですね、を表していましたね。まあ、この総門の前でですね、総門の前ですでに一列にですね、一直線に徒歩列を組みますと、これがまた皇居の正門の方にまで行くものですから、最初は30人ですね、列を作っておきまして、そして総門をくぐりながらですね、徐々に一直線の一列の徒歩列を組むようになっているわけです。先頭の先ほど案内がありました中島北条式部区長、まあ、儀式の総括をする人ですが、まあ、この人が大体1分間に72歩程度、このぐらいのペースでですね、進みますと、大体先頭の中島さんが総門から総上殿に到着するまで3分半ぐらい、そして、最後尾のですね、総列の最後尾の人が総上殿に到着するのにおよそ9分かかる。参列者が見守ります握車の前を徒歩での総列は進みます。総火連が今総門から総場内に入りました。本間さん、この総火連、総火という語源、言われなんですが、この屋根が象徴的なんですね。そうですね、上の方に見えますが、ネギの花の形をしたですね、擬宝珠ですね、橋の欄干なんかに飾られている擬宝珠ですね。まあ、あれが屋根の上についていることから総火連というふうに呼ばれていますね。まあ、新宿御苑といいますと新宿の副都心、まあ、周りは超高層ビルが林立しているわけですけども、まあ、その中で、まあ、いわば平安絵巻を思わせるようなこういうものが見れるというのは、皇室の、まあ、一連の儀式の中でも当然のことながらそうあるものじゃありませんし、めったに見られない光景だと思います。御選筆、御幣筆が続きました。皇后陛下ですね、傘を差されて頬を進めていらっしゃいます。皇后陛下です。黒のローブモンタンをお召しになっています。もう間もなく徒歩列の最後尾が
総門から中に入ることになります。交代します。総火連の後には山本侍従長以下長年陛下にお仕えした侍従6人が続きます。左右の握車におります参列者は全員起立をし葬列を見守っています。シルクハットをお持ちの天皇陛下、その後に皇后陛下、そして皇太后陛下御名代の常陸宮妃殿下華子様と続きます。天皇陛下、皇族方は傘をお持ちになっての徒歩列、歩を進めていらっしゃいます。登場殿前も冷たい風が吹き抜けていきます。満門がこのように開いておりますと、登場殿の中、登場殿のほとんどを今日参列している方々皆さん見ることができます。両陛下が参列者に向かって会釈をされましたね。これで徒歩列が全員ですね、総上殿のに到着したということです。この後満門が閉じられ、総上殿内では次の儀式の準備に
入っています、ね。
トップがですね、まあ、これらの基準からいきますとベルギーのボードワン国王夫妻で、次いでヨルダン、西サモア、ルクセンブルクというですね、ところがフランス、西ドイツ、アメリカはそれぞれ13番目、14番目、15番目と着席順がなっています。で、これをその通りですね、優先の順位であります最前列の中央通路寄りから座っていただきました。でさらにまた苦肉の策で13、14、15のですね、この席の順が最前列に来るようにされていると、まあ、つまり西側の普段からいわばお付き合いの深い国を最前列に持ってくるようにしてあると、まあ、こういう着席順で座っているということですね。満門が閉じられています総上殿内では着々と総上殿の儀の次の式次第のための準備が進んでいることと思います。ドホレツで進みました総花連、総花連が総上殿の中に安置され、その後満幕が開き、満門と呼ばれます幕が開き、総上殿の儀がこの後進んでいくわけです。スタジオの鈴木さん、はい、今こちら総上殿の前、右握者左握者、人の出入りはいろいろあるんですが、式全体としては動きが止まったところです。そうですね、今海外からの弔問特使、弔問施設の紹介が現場からありましたけれども、その向かい側の握者には国内の参列者が入っております。先ほどの報告がありましたように参列している方の数は9400人、そして先ほどご覧いただきました9時35分に出発をいたしました、この車列をお見送りするために沿道に集まった人の数は最終的には20万人を超えました。20万5000人ということです。国内から参列をいたします各界の主だった方々のお名前を今見ていただいております。こうした方々をはじめ9400人がすでに左右の握者、このテントの中に入りまして、これからの儀式を待ち受けているところです。神田さん、この総花連、いわゆる昔は輿に天皇は乗られてですね、移動されたわけで、まあ、そうしたものの名残なんでしょうけれども、これは大正天皇の大正の時と同じものをまた作ったわけです。そうですね、新しくしたわけですね。はい、当然もう60年以上経ってますから、新しいものを新調したわけですけど、今ご覧いただいているお供え物のようなものを運んでいますけれども、具体的にはどういうものなんでしょうか。一番先にですね、同じものが2つありましてね、担いでいく中で、はい、前のがこうお煎筆という、ね、煎というのは中に、お供えするものなんですけれども、丸物といいましてね、はい、洗ったお米とかですね、果物とか野菜とか、そういうものが入っています。食べ物のようなものですか。それから後のは御幣筆といいまして、ね、はい、これは本間記者のレポートがありましたように、いわゆる布類なんですね。五色の白とかですね、はい、五色の糸とか、そういうものが中に収められていると。実際に総上殿にですねお供えするものはもうすでにあそこに届けられているはずなんです。あれはまた御陵の方へですね、お供えするものが入っているのではないかと。満門が再び開きました。津田さんお願いします。総上殿の儀がさらに進んでまいります。天皇陛下、皇后陛下が握者内のお席にお着きになりますと、次の儀式へと移っていくことになります。
ルイカが聞こえてきました。操縦内に悲しみの歌ルイカが流れます。皇室の葬儀の際に歌われます悲しみの歌ルイカ。学士が歌う中、道折り品の食物が備えられます。皇室の葬儀の際に用いられている、悲しみの歌なんですが、明治天皇の葬儀の際に作られたもので、古事記などに載っておりますですね、言われとしては、大和武尊皇の葬儀の際にですね、その死を嘆いて悲しんで作られた歌であると、そういうふうに。宮内庁の話ではですね、このお供え物を一つ一つ丁寧に、その案と呼ばれます台の上に載せすると、これがその儀式の中でもですね、重要な部分を占める儀式であると、こういうふうに言われていますね。ただ、今回全体的な儀式の時間をですね、短くするようにという、政府の方針が出されたものですから、一つ一つ、載せてはまた再感が下がり、載せてはまた再感が下がりというですね、そういったやり方ではなくて、できるだけ間隔を詰めて、早く言えば手短にその所作を終えてほしいという政府の方針があったものですから、宮内庁としてもその儀式を担当する司厨職を中心にですね、苦心をして、皇室の儀式としての成立する儀式として成立するギリギリの最低線である、その線でこの供え物の儀式を今進行しているで、このあたりにも随分儀式の簡素化がこれ見ることができるわけなんですね。そうですね。それから先ほどの各政党の話が入りましたが、はい、社会党の土井委員長ですが、崇浄殿の儀は欠席ということで、現在急所で待機をしているということ。ということは悪者にはいないということですね。そうですね。おそらく一度また満門が閉じられまして、はい、体操の礼が行われる際に、この間に悪者の方に出てですね、体操の礼の方には出席するものと思われます。先ほど徒歩列で御選筆、そして
御幣筆として運ばれてまいりました。お供えの品の数々が今僧正殿に備えられています。未調理品の食物、そして布などを意味します幣物が備えられています。幣物というのは本間さん9種類あるんですね。そうですね、まあ、あの漁船、まあ、先ほどの食べ物のお供え物ですね、未調理品、これと同じようにですね、まあ、こうした儀式、中心的な儀式のですね、始まりと終わりにはですね、欠かせないお供え物ですね。今日は非常に気温が低くて雨という、まあ、極めて悪いコンディションなんですが、まあ、こういうこともですね予想をしましてですね、全体的な儀式の時間を少し短くしたいと、特に参列する外国の元首あるいは国内のですね参列者も高齢者が目指すと、そういうことから全体的な儀式の時間を短縮したいと、まあ、そういう意味では今日これだけこういう悪天候の中ではですね、まあ、その方針が生かされたと言えるんじゃないかと思いますね。皆さん悪者の中におります、外国からの弔問団の皆さんも東京の寒さ今日は身に染みているんじゃないかと思うんですが、この悪者はその暖房ということでもいろいろ工夫が今回なされているんですね。そうですね、床暖房が設置されています。それから前の方にはですね、まあ、暖房施設がその他にも設置されています。それから全長がですね146メートルということでして、まあ、前列の方のですね、方たちは僧正殿と儀式全体が見られるわけですけども、まあ、後方にいる方にとってはですね、はい、これだけ大きいテントですと前の方が見えないと、はい、ということで左右の役者それぞれに7台ずつのモニターテレビが設置されておりまして、まあ、そのテレビを見ながらですね、後ろの方の参列者は、まあ、僧正殿の日に参列してもらうという仕組みになってますね。僧正全体に悲しみの歌涙歌が轟いています。先ほど徒歩列が組まれこの僧正殿に向かう際かなりの風も吹きました。折からの天候から徒歩列が予定通り歩を進めることができるのか、いろいろ足元なども私ども心配いたしました。今時間的な経過進み具合を本間さん見てみますと、順調に進んでいると。そうですね、予定通り儀式をこなしていると思っていいようですね。そうですね、まあ、我々の持っている式次第でですね、はい、見る限りでは結構ゆとりがある式次第ではないかというふうに我々は思ってたんですけれども、はい、当の宮内庁の方ではですね、いやギリギリのスケジュールであると、まあ、ここで5分、遅れると、はい、この後の領所の議員討論ですね、その5分がそのまま移ってしまう、どこかで遅れをどこかの場所で取り戻すことができるというそういう余裕を持ったスケジュールではないというふうに宮内庁では話してますね。なんといってもこの後拝葬の礼ではたくさんの方々の拝礼があるわけですから、 そうですね、そのあたりの拝葬の礼の時間を考えて僧正殿の儀そのものが12時前になんとか終わらせたいというこの儀式を司る人たちの考えがあったようですね。そうですね、まあ、一番やはり苦労したのがですね、正午の黙祷にどう合わせるか、はい、しかし正午の黙祷を合わせるために儀式を省いたのでは儀式そのものは成り立たない、まあ、その点でいろいろと、まあ、儀式を司るセクションではですね、苦労したようですね。ただ、まあ、今回ですね、宮内庁でも正午の黙祷に万が一間に合わなくてもそれは致し方ないとというようなことでですね、極
力を合わせるということで、儀式を進めるということでですね、行っているんですね。一つ一つ丁寧にお供えの品が続々と総上殿に備えられています。説明いたしますと、64年にわたる昭和天皇の
在位中ですね、昭和天皇は常に国民の福利と諸外国との友好を願われてきた。激動の時代も常に国民のことを思われてきた。おととしの秋、突然病に倒れ、その後回復されたものの、去年の秋、再び病床に就かれた。国民が挙げてご快慰を願ったが、昭和64年1月7日の暁、逝去された。悲しいことである。これまで宮殿などでご遺体を見守ってきた、緊急行事ですね、緊急関係の行事を行ってきたが、武蔵野の丘に行所が出来上がり、今日、大葬儀となった。棺を僧正殿に建て祭り、食べ物をお供えいたしました。そして、天皇皇后両陛下、皇族方、国民の代表、それに各国からの使節、元首らがお別れを告げます。こういった内容の祭祀が今、読み上げられています。から大祭の宮には正人の御子の海を大見て城として大様せたまい次の御子をはじめ由から宮から岩から住めたまいまた桃のつかさじと新谷に桃の突き出しさらには突く地組の木に長大人と立ち大な大な人はの見分かれ告げまする様を平らけく安らけく磯直し渦ない様へと賢み仕組みも思うつお着席願います。 Please be seated。 長谷祭館長による祭祀が終わりました。今日のこの僧正殿の儀、日本語と英語での場内アナウンスが流され、式は進められています。この後は天皇陛下が拝礼をされて、それから昭和天皇しのぶ礼儀と呼ばれます、悲しみのお言葉を述べられますね。僧正殿へと天皇陛下この後お進みになり、ということは白木の鳥居をくぐられて僧正殿内へとこれお入りになることになりますね。そうですね、鳥居をくぐりまして、拝礼をされるのは天皇皇后両陛下、はい、それから皇太后様のご名代の常陸宮妃殿下、はい、この常陸宮妃殿下の場合には皇太后陛下のご名代ということですから、この三陛下がですね、鳥居をくぐって玉串を捧げて、拝礼をされると。で、天皇陛下の場合には拝礼をされた後類を読み上げられるということになっているんです。で、皇太子様からの皇族方あるいはご親族の方々がですね、拝礼をして玉串は鳥居はくぐられますけども、玉串を捧げる所作は省かれましてですね、拝礼をしてそれぞれの席に戻られるというそういう式次第になっています。今カメラは左握手を映し続けています。こちら左握者最前列には天皇陛下、皇后陛下、皇族の皆様方が席についていらっしゃいます。風がやや東京の方では強くなりましたね。ちょうど横からが吹き抜けるような形でこの
頂上殿の前中をこう風が抜けていくわけですよね。先ほど映りましたが、海外からの元首、はい、各国の弔問施設の方もやはり相当寒さは応えているようですね。この頂上殿、屋根の部分だけを見てもこの横から見ましてもやはりかなり星ジョナアナウンスが入りました。これより天皇陛下が拝礼されます。そして弔辞にあたります。御類を述べられます。白木の鳥居をくぐられ頂上殿内へとお入りになります。謹んで本日昭和天皇の御霊に申し上げます。崩御あそばされてより哀痛は知ることなく、運用は物当たりにあってひとときも忘れることができません。神殿にまた緊急にお祭り申し上げ、霊前にぬかづいて涙すること14日、無常の時は流れて早連想の日を迎え、医者に従って今ここに参りました。帰り見れば先に御病熱くなられるや、ご平易を祈るあまたの人々の真心が国の内外から寄せられました。今また葬儀にあたり、国内各界の代表はもとより世界各国国際機関を代表する人々が集い、お別れの悲しみを共にいたしております。皇位にあられること64年、ひたすら国民の幸福と平和を記念され、未曾有の昭和激動の時代を国
民と苦楽を共にしつつ歩まれたお姿は、長く人々の胸に生き続けることと存じます。こよなく慈しまれた山川に、草木に、春の色はようやく帰ろうとするこの時、虚しく有名を隔てて今を思い、昔を忍び、水母の情はいよいよ切なるものがあります。誠に悲しみの極みであります。御類を述べられました天皇陛下です。大変わかりやすいと言いましょうか、平易なお言葉でしたね。そうですね、大正天皇の開葬儀の際にはですね、亡くなられた昭和天皇がですね、類を述べられたわけですが、この際には漢文帳の、時代は当時62年前ですから、ならざるを得ないんですが、新陛下はですね、即位後の行われました即位後朝見の儀から、陛下のお言葉については分かりやすいお言葉を使うと、それは皇太子時代からのものをそのまま延長したという発想らしいんですが、今回もですね、分かりにくい漢文帳の言葉ではなく、分かりやすい、今の時代にふさわしいですね、皇后体の言葉で呼び立てられたということなんですね。天皇陛下がご自分の席にお戻りになりました。続いて皇后陛下が拝礼されます。手には黒い扇子をお持ちです。
参列者が席についています。握手からこの総上殿、距離がありますが、握手に参列している皆さん、